こんにちは、シグマの広川と申します。今回のシグマブースの、目玉商品としましては3つございまして、昨日開発発表しました、Z マウント用のレンズですね、16mm の 1.4 30mm の 1.4 56mm の 1.4 3本、開発発表しております。現時点では発売日等は、4月発売というとだけで、あくまで開発発表だけですけれども、念願の Z マウント、となりますので大変期待しております。あとはその前に発表しておりました60から600ミリの DGDN-OS ですね、こちらと50ミリの 1.4 DGDN アートレンズというのがございます。先ほど申しました Z マウントに関しましては、展示ダミで触っていただくことはできないんですけれども、50ミリの 1.4、60、600はブースで触っていただけますので、ぜひともお越しいただいてですね、特に今回両レンズともリニアモーターを新設で入れてますので、かなりオートフォーカス、改善しておりますので、このオートフォーカスの速さと、まあ、リニアモーターならではの静かさですね、やはり動画を意識してかなり静かなオートフォーカスになってますので、この辺体感いただきたいのと、60600に関しましてはこちらも OS2 という新たなアルゴリズムの手ブレ補正を搭載してますので、こちらも今回かなり手ブレ補正も向上してます。60600すごく長い倍率ですけれども、600ミリ側で、6段、60ミリ側で7段とかなり、手ブレ補正止まりますので、こちらもぜひともお手に取っていただいて体感いただければと思います。その他ちょっと、映像で弊社がやってます i シリーズっていうシリーズとアートレンズにちょっとこうフューチャーしたブースインブースということで、映像と、展示を共存したようなちょっと面白い展示もございますので、こちらもぜひお試しいただければと思います。ぜひともシグマの、ブースにお越しいただきましてお願いいたします。